焦って攻撃してくるんですよ。ここを避けるし、あ、これシンプルにこっちを OK、 グーバイ OK、 はい、ジャスト回避でしっかりとピオラステーしっかりと攻撃、あ、これジャスト回避で入って、はい、グーバイ OK。 せーのへそっともココナスです。ということでバウンティラッシュ楽しんでいきましょう。今回は名誉レイリー使っていこうかなと思います。最近生配信でまあ皆様にねお付き合いしてもらって練習してたレイリーさんなんですが、本当に強いですよね。まあ、まだ他のリーグで見かける方に比べたらキャラ性能に追いついてない PS なんですが、まあ、今回はね瞬間移動とかというまあ男ごころくすぐるイケメン王子様と 120% で楽しんでいきたいと思います。メダルはゴロゴロの方が使用率高そうなんですが、まあ、練習もねしたいんでこのセットで今回やっていきたいと思います。あとまた近々ね生配信やりますので、また皆さん一緒に遊びましょう。僕は今後もバウンティラッシュを通じて少しでも楽しんでいただけたりためになる動画を配信できるように頑張っていきます。なのでチャンネル登録高評価などめちゃくちゃモチベーションにつながりますので、ぜひお願いいたします。ちゅうことで、あんたの出るマークかい、名誉レ。はい、それではねレイリーさんやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。と、まあ、しっかりとね生配信での練習の成果をねお見せできたらなと、思います。よろしくお願いいたします。とということで、まあ、ただねこのレイリーじゃなくてロー君のスキル逃げんのが本当に苦手でこれ毎回避けれないんですよね。まあ、これでここしっかりと回避入れてからの10円と OKOK。 あずシャンクスさんこれピョピョ、あ、ラッキー、しっかりと続いててシャンクスさんのピョピョ効かないんで、やばいやばい、これね回避ない、逃げろ逃げろ逃げろ、やばいやばいやばい、 OK、 危ない危ない、めっちゃ表で飛びますね。まあ、ただここで相手の3人を気を引くことにより真ん中の旗を取れるという魂胆んで、まあ、彼らはねちょっとあと体力が虫の息なんで、しっかりと倒してね、まあ、体力回復していきたかったんですけども、黒ひげさんが倒してしまったということで、頑張って4旗目狙って OK、 ここちょっと握りますから、握って、まあ、相手がやべえここの旗取らなきゃって焦って攻撃してくるんですよ。ここを避ける、しっかりと方向転換してからのスキル OK ナイス、いい感じでしたね今のは。でここちょっと片栗さんが、お宝エリアに入る前に攻撃決めててからの1、2、はい、1、2、やばい、これ届け届け、 OKOKOK、 ナイスナイス、届きそうだった。うんーということでどこ見てパンチ打ってんだよ片栗さん、1、2でここすぐ攻撃来る、 OK、 1、2、おいい感じに、あ、ちょっと待って、やべ、どこ行ってるどこ行ってる、ちょっと待って、待って待って、この片栗さんだけはちょっと倒しておきたい、しっかりと OK、 中距離攻撃ナイス、はい、で、あ、ブースト来た、ナイス、おお、回避できた、おお、回避できた、火力高、ブースト来るとめっちゃ火力高い、なんか今のは結構たまたま回避できましたということで、さりげなくロー君を倒そうと思ったら、まあ、失敗してたんですけども、うん、まあいい感じにね練習の成果出てきて、出る出る出る、ちょ、めちゃめちゃ噛んで、ちょっとローじゃねえ、ルッチ緊張、ちょっと待って、 OK、 危ない、1、2、はい、1、あ、しまった、ちょっと焦りすぎてボタン連打しちゃった、あれあんま良くないですね、本来だったら1、2、1、あ、これちょっと待って、やばいんじゃない、ああ、はい、ということで、まあ本当に最初当初よりかはちょっとまあジェスト回避とかね、で回避の癖とか慣れてできるようになったんですけども、ちょっとまあもっとね練習して頑張っておきますということで、まあここからコラソン頑張ってやっていきましょう。まあコラソン、まあここからラスト50秒しっかりと避けてからの配信ルーダー巻いといてからのパッチンと OK、 防御バフかけて、でこれ当たりますね多分、 OK しっかりと当てていく、はい、しっかりと、で手榴弾と、手榴弾しかないと思われがちですが、実は、拳もあるよということで、まあ拳で抵抗するまんじと言わんばかり、うんーということで、なんか拳で抵抗するマンジって人、あれだいぶ前のあれだよね、なんかもうそろそろ30手前ぐらいの年なんじゃないかなと思うんですけども、っていう、まあ、どうでもいい話を入れつつも、コラソン、しっかりと、まあ、ここをとりあえず僕真ん中さえ守れればいいですかねっていう感じで、はい、まあ、味方依存になっちゃうんですけども、はい、ここよ、あ、まあ、みんなあっち行くんで、まあ、僕はここを安全にね、真ん中死守していきたいと、今ローなんかすげえバンイーって飛んでったけど大丈夫ロー、愛しロー愛しのローがこれ勝ちましたね愛しのローをめちゃくちゃめっためったにやって、ちょっと複雑な気持ち、ありがとうございました。はい、それではねやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、今回レイリーさんということでね、頑張っていい感じにジャスト回避決めて、なんかジュピーンっていうねかっこいい演出見ていきたいと思います。でマムさんは結構ね感電のタイミングとか慣れてきたんで、まあ、いい感じにしっかりと、ちょっとね感電するとき止まるんですよね。あ、ここ、はい、しっかりとジャスト回避入れてグッバイ。あ、まあ、じゃあルーチと若干被ってしまった。んでもう一回、ただここ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、失敗しました、ごめんなさいって言うと痛い、それはシンプルに痛い。でこれジャスト回避やりたいですね。あ、ちょルッチと色々ちょっと被ってしまうんで、ここねちょっともう一回しっかりと様子を見ながら、あ、ルッチが倒してしまった。今からいい感じのかっこいい演出を見せたかったんですけども、しっかりと、何このだってどういう、今なんで攻撃方しっかりと、これジャスト回避、お前そういうことされるとさ、こっちも行動わからなくなる、これバカタレが。 OK しっかりと倒してて、んでまあちょっとねまた様子をもう一回、 OKOK ナイスナイスで、これだいぶでかいですね。であっちの旗を
まあ、しっかりと、握これ多分取れますね。握っていきましょう。ああ取らまあ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 、まあ、一旦ここ取って、で 4-1 でだいぶ有利になる。んでマムさんの勘でにもう一回入っていきたい。おおオッケーオッケーオッケー。ルッチがもうすぐ結構すぐ攻撃するタイプなんで、しっかりと様子を見ながら、オッケー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 任せろ。B リオッケーオッケーで B あこれシンプルにこっちをオッケーグーバイオッケー。やっとかっこよく決めれた、よかった。んでスネークマンさん、こっちも見て、あちょあそうこっち見てって言ったけど、ちょちょ待て待て、やばい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 、あれなんかもろにマンバ食らうとなんかすげえあわ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 しちゃうんですよ。あわあちょちょマンバあわ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 ってなっちゃうんですけども、まあ、今回ねちょっと頑張ってあのコラソンのキャラランキングをちょっとやっていて、うん、一桁もしくはね10位台目指してねやっていけたらいいなと思いますので、もし今日落とした方ね、よろしくお願いいたしますということで、頑張っていきましょうと。これウルージに、かぶせて手榴弾を置いとく。そうすることにより爆発が、まあ、誰にも当たらないんだけども、あ待って、このちょっとスーパーサイヤ人しっかりといてて片栗の肉弾戦車をしていく。オッケー任せろ。このエスニックマン俺が足を、まだ何今の感で、エネルの攻撃のラグが、てかやっぱラグちょっとすごいですね最近。攻撃のラグが凄めということで、とりあえずこいつ大きなやつ、旗取れる旗取れる、ナイスナイスナイス。待ってもらえ急にさ、それなんかレイリーさん以上にちょっと瞬間、てか瞬間する瞬間移動するエネルって何それされるとマジで結構迷惑ということで、しっかりと集中して、うんと外役プレイ手榴弾どんどんばらまいて相手を吹っ飛ばして旗を取る、そういう感じでね頑張っていきたいと。 OK ローがしっかりと吹っと、なんかマジでストレス発散になるわ、このこの手榴弾ぶち当てるのが快感すぎるということで、待って待って、これ待って待って、ちょっとこの終盤の乾電気 OK OK しっかりと。いやでもエネルあれ特性エリアいると飛ばないんですよね、それがちょっと終盤の乾電キャラ2体はさすがにちょっときつめ。あーこれちょっとまあ最後かっこよく、ああちょ乾電でいい感じに締めれない。はい、それではねやっていきたいと思います、よろしくお願いいたしますと。まあ、今回お相手にねマムさんがいるんでね、まあ、本当にレイリーの本領発揮してしっかりとマム狩りねやっていけたらなバレットが一生懸命かわいい、これジャスト回避 OK、 しっかりとグッバイ OK、 開始15秒でこれ赤い火見たんでこれ続きます OK、 しっかりと痛い、うんで待ってこれジャスト回避いけそうですね OK、 しっかりと回避して方向12 OK で1、ちょっと待ってどこ行ってんの、待ってミホークもどこ行ってんの、お互いどっかに攻撃してて OK、 これピヨピヨしつつも、はい、あでしまったなこれちょっと待って、これね僕ね普段マムじゃねえわ、カク君とかね使ってて、相手ピヨピヨさせるとそれ無視ねする癖があるんですよ、うん、でそれがゆえにまた無視して逃げようと思ったんですけど、レイリーさんに限ったらしっかりと攻撃した方が、あ待ってこれしっかりと続いてて、攻撃した方が良かったですね、とこよちょっと攻撃がいろんな攻撃が飛び交っているということで、まあ、ここからね、頑張って気を取り直して、うえ何おい生き残った、当たらなかったびっくりした、もしかしたら俺はいつの間にか見聞色を使えるようになっていたのか事前にあそこにいたらミホーク の攻撃が当たらないということを察知していたのか否か定かではないんですが、まあとりあえずねうんと頑張ってやって、あこれももう一回ジャスト回避でしっかりとピオラしてしっかりと攻撃今回当てていきますと、危ない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 ということ、あオッケーどこ見てんの、オッケーしっかりと、まあ、待ってこれ倒しきれなかったのきつ、ちょっと待ってやっといつ、いや待って最悪なんだけど、これ倒しきれなかったのだいぶ痛くないかい、黒ひげさん回復しちゃってやばいなということで、まあここでちょっと消えてここ危ない危ない、しっかりと集中できた、よかったよかった、これ次うーわーもう邪魔しないでよ、もうせっかく今やった黒池さん倒せると思ったのに、ということでこれでピヨピヨさせてて逃げよう逃げよう逃げよう、待て待て待て、なんでピヨピヨ終わんの早ないはい、ということでね、まあこんな感じで、まあちょっとねまだ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 本当にまあヘッポコのねレイリーさんなんですけども、まあまたねちょっと練習したいと思いますので、またね生配信の、あのお付き合いのほどねよろしくお願いいたします、ということで、まあここからコラソン、頑張っていきましょう、これ無敵の間にちょっとパチンにやっていきましょう、オッケーしっかりと、まあボール当たるんかいっていう無敵時間で終わるかなとか思ったらしっかりと当たっていく、それはさすがに当たらないと、はい、でそれはさすがに当たると遠距離攻撃ばかしやがって卑怯者め、こっちはちまちまちまと、あの手榴弾でね相手を飛ばして頑張っているのにかかわらず、ということで、まあそこあっちここ取れて、んであっち取れてて3旗分取れてるんで、まあ、ここで真ん中取れて4陣取れたらだいぶでかいような気がするんですが、どうでしょうか、いやまあ待ってあっちまちょ待ていやあっち守った方がいいですね、やっぱ相手の2陣を取ってた方がちょっとでかいと思うんで、まあ、しっかりとこれしっかりと守りきりたいと思います、はい、ジャスト回避で手榴弾巻いといて頑張って、ディフェンダーの僕がここを守ってみせる、待ってオッケーオッケーオッケー手榴弾負けてないかと思って一瞬冷やした、でこれジャスト回避でしっかりと入ってから、待て待てミホークじゃない、ちょっとやばいやばいやばい、待って誰か残ってない、全員飛ばされた、うわーマジかごめん、うわーさあマジでごめんなさい、
はい、それではね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますと、これサーってあれかな、味方的あの近くにいるとマルコみたいにバルハンが、失敗しなかったですね。いい感じ、めっちゃやっぱ早いですね、あの移動スキルいいなって思いつつも、早くねな80レベルてか星5にして使いたいなと思います。でマムさんはまあ感電だけねしっかりと意識、あ、これジャスト回避で入って、はい、グッバイ、オッケー。ジャスト回避してすぐに攻撃するのではなく、ジャスト回避したら少しあの体の角度を、いやちょっと危険危険、ちょっと痛すぎ、うんで、ちょっと被ってしまった、逃げろ逃げろ待って、熱い、あのまあ体の角度を変えてしっかりとスキル当てるっていうことを学びました。で待って、サークル答える、僕もそれやりたい、それやりたい、それ耐えるか、ええあれあれ、これ陰湿ないじめですか、これって、あの先生にこれはあの相談してもいいのでしょうか。僕はあの同じチームメイトのサークロコダイルさんからいじめられていますので、しっかりとぶち倒していく。うんーで、サーも死んでた今のなんかいろんなスキルが交差してなんか非常にね、かっこよかったですってことを言いつつも、はい、まあただちょっといじめにあってたんで、僕はちょっと心の中では実は泣いていますと、はい、まあ違う、中距離そんなこんな言ってる間に、あの中距離スキルをしっかりと外していくのを、まあ相手をあのおしゃべりの方でごまかしていくスタイルで、ということで、まあそろそろ、あ待って、これつついて、で終わった瞬間にオッケー、ドーンと、オッケー、ナイス。何、シャンクス、なんでシャンクス、シャンクス、シャンクスの今何の、シャンクスの今何の攻撃でやられたグリフォンが飛んできていたのか僕には全く見えなかったんですがきつすぎ、あれでちょ、ああいうのでやられるの本当にきついんですけど、なんか砂嵐で体力まあ死んだんかなと思ったら、まさかのシャンクスさんだったということで、ここしっかりと2度目で追い詰めて、OK、最後金敵を潰してってパチンで、うんと、まあこっからちょっと真ん中誰にもバレずにね、ちょっと旗取っていきたいと思います。まあマップを見ても僕は映ってないということで、まあ誰にもここの旗を取れる、はい、バレていない、赤砂僕もあっちに行った、バレていない、バレてない、絶対にバレてない、絶対にバレてないマムめちゃめちゃ重なってくるやんちょっと逃げろ逃げろマムめちゃめちゃ重なる、あのレイリーさんのスキル2とかってあれ結構貫通なんで、あんま直線上にね入らない方がいいのかなって、僕個人として思います。ということで手榴弾巻いて逃げていきましょうと。んーで、まあこっから、あ、これ待って、敵のマムさんだった大丈夫か、サークロコダイル、待って誰、マルコ、マルコ来た、ちょっと待ってくれ、その手話してほしい、でちょっと待って、やばい、危ない、オッケーオッケーオッケー、落ち着け落ち着け、しっかりと自チーム戦ってって、あと回避する、オッケーオッケー、12でボン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 、間に合い間に合い、オッケーよしよしよし、こっからが、危ない、オッケー、危ない、うわ、待て、ちょっと手榴弾巻いといて、石だけ、石だけ、待て、俺の石はまだ残っている、俺の、オッケー。ということで、まあ、おそらくこの試合はもう勝てないということで、最後の最後だけ石報いたい、オッケー、しっかりと止めていきつつも、はい、ここ、チャンス、オッケー、ナイス、グッバイ、しっかりと石報い、ナイス。はい、あ、なんかかっこいいな、これ、かっこいい、これ、サムネだな、これ。